やっぱりこの世界の白霊神社も僕の知っている白霊神社と一緒だね。というか、すごく綺麗な気がするんだけど気のせいかな。まあとりあえず霊夢を呼んでみようか。すいません、霊夢はいますか？はいはい、今すぐ行きますね。何かお困りごとですか？うん、ちょっと相談したいことがあるんだけど。いいですよ、最近はいろいろと異変が起きていますから、遠慮なく言ってくださいね。実は。なるほど、今知っているはずの人たちの性格がいきなり麻薬の性格になって、仲が良かったはずの人たちがいきなり仲が悪くなっていると。うん、それであまりにも違いすぎるから、もしかしたらここは自分のいた世界とは別の世界なんじゃないかなって。なるほど、結論から言わせてもらうと。おそらくあなたが言ってることは正しいと思うわ。え、疑わないんですね。うん、ちょっと心当たりがあるから。心当たり、何か知ってるの？おそらく、空間の魔女の仕業でしょうね。空間の魔女？今私はゆかりと協力しておっているのだけど。何分、相手は空間の魔女？瞬間移動を得意とする魔女はなかなか捕まえれなくてね。でも、もしかすると僕がこの世界に飛ばされた原因がその空間の魔女の仕業かもしれないんでしょ？最近空間の魔女は他の世界に逃げるための異空間ホールを作っているという情報をゆかりが入手してるからおそらく間違いないわ。だからおそらく空間の魔女の実験で作られた異空間ホールに偶然あなたが取り込まれてしまったんでしょうね。そんな。つまり帰るためには空間の魔女を捕まえないといけないってことでしょう。そうだけど、相手はそう甘くないのよね。どういうこと？空間の魔女は数年前、幻想郷に大きな争いのきっかけを作った大悪党。その上、能力で捕まえるのは困難。私も2年前からずっと調査してるけど、未だにこれといった情報もなし。そして今回異世界に逃げようとしている空間の魔女を取り逃がせばもう情報はつかめない。そう、おそらく次が最後のチャンスになるでしょうね。ということは次を逃したら僕は。悪いけど、元の世界に帰れなくなってしまうわ。そんな、僕はどうしても早く元の世界に戻らないといけないのに。それでちょうど昨日、空間の魔女のおおよその居場所がわかったの。それじゃあ早く捕まえに。ちょっと落ち着いて、さっきも言ったけど、ただその場所に行っても瞬間移動で逃げられてしまうの。だからまずは相手の瞬間移動を止める方法を見つけないと。わかった、それなら僕がその瞬間移動をどうにかしてみるよ。おそらく僕の能力、光速を操る程度の能力、なら瞬間移動を止めることができるかもしれないからね。本当、でもどうやって瞬間移動を止めるの？僕の能力は、光速を操る程度の能力、それで一つだけ、一時的に世界の法則を変えることができるんだよ。なるほど、つまりそれで空間移動をできなくすれば、相手は逃げることができない。わかったわ、それなら私とゆかりは今から、空間の魔女、のおおよその場所からどこにいるか特定するわ。おそらく数時間で特定できると思うから、あなたは準備をしていてくれるかしら。了解、でも準備って言ってもやることがないんだよね。そういえば最近四季神社の巫女が狩猟で幻想郷に来ているみたいだから、相談すれば手伝ってくれるんじゃないかしら。大家と石家だ。あれ、知り合いなの？というか、妹です。あら、あなた四季神社の人だったの。だったら話は早そうね。ってそういえばあなたは別の世界から来たから。まあ、でもなんとか説得してみるよ。ってよく考えたら、大家と石家がいるってことはこっちの世界の僕もいるってことだよね。なんか急に不安になってきたよ。それじゃあ、準備ができたらあなたのところに行くから、妹さんたちの説得をお願いするわね。あ、飛んで行った。そういえば僕の世界の霊夢が飛んで移動しているところ見たことないな。もしかして飛び方を忘れちゃったりしてね。それより、とりあえず、僕の家に帰ってみようか。可能性からしたらあの家に住んでる可能性は高いしね。あ、やっぱりここは変わらないよね。あとはこの家にこっちの世界の僕たちが住んでたらいいんだけどな。とりあえず、僕の家だし。入ってみようか。中はちゃんと掃除されてる。ということは誰か住んでるのは間違いないみたいだね。って待てよ、もし違う人が住んでたら僕不法侵入じゃないか。チャイムをしてから入ればよかった。お兄ちゃん帰ってきたの、ちゃんと手を洗ってね。あ、この声は王家、よかった。間違いなくここにはこっちの世界の僕たちが住んでる。とりあえず、いつもの部屋に行こう。随分帰りが早かったわね。どうせ狩猟なんて飽きちゃったんじゃないの？あなたと一緒にしないの？それよりこの幻想郷はどうかしら？まったく、いくら私たちが普段から怠けてばかりいるからって、こんなところに連れてこなくたっていいのにね。そんな私たちを心配してお兄ちゃんも一緒に来てくれたんでしょ？待って。僕一度もお兄ちゃんなんて呼ばれたことないんだけど。というか、幻想郷に行った理由が逆になってるんだけど。
それにしてもお兄ちゃん、そんな優しそうな顔するんだね。何かいいことでもあったの？待ってよ、こっちの世界の僕、どんだけ不愛想なんだよ。ちょっと待って、おい、今帰ったぞ。あれ、今玄関からお兄ちゃんの声がしたよね。でもお兄ちゃんは今私たちの目の前にいるわよ。だから僕は、お前ら、何怠けているんだ、早く食事の準備をせんか。お兄ちゃんが二人いるー。どういうこと？どうしてお兄ちゃんが二人いるのー？落ち着けおうか、とりあえずそこの俺によく似た奴の話を聞こう。さすがお兄ちゃん、こんな時でも冷静なんて。こっちの僕、すっごくしっかりしてるなぁ。というか男らしいよ、というか僕ってそんなに頼りない。それで君は一体誰なんだ？僕はパトと言います。別の世界からやってきました。別の世界、全く意味が理解できないんだけど。まあ、この幻想郷は多くの能力者がいるから、何が起きても不思議ではないが。お兄ちゃんがいるなら不思議じゃないね。こっちの妹たちは兄を尊敬してるんだね。逆に言うと僕の世界の妹は全く尊敬してないんだな。まあ、詳しく話を聞かせてくれないか。最初から話すね。なるほど、つまり空間の魔女、の討伐で俺たちに力を貸してほしいと。そういうこと。どうするの？もう一人の俺が困ってんだ。助けない理由がないだろ。ってことは、ああ、言ってやるよ。その、空間の魔女、を捕まえて元の世界に返してやる。ありがとう。おうか、せっか、俺はちょっともう一人の俺と話がしたいからちょっと席を空けてくれるか。わかった。ほら行くわよ、せっか。わかったから押さないでー。さて、これでゆっくり話せるな。と、テレビも消してっと。それでどうしたの？少し聞きたいんだが、お前はどうやって能力を身につけたんだ？どうやってって？実は俺はまだ能力が使えないんだ。そうなの？でもすごく強い力を感じるのに。ああ、魔法や体術はそれなりに習得したんだが、肝心の能力が未だに使えないんだ。それで俺は最近ずっと自分の能力を発動させるために修行をしているのだが、なかなかうまくいかない。それでお前は能力を使えるなら、教えてほしいんだ。俺の能力は一体何なんだ？どうすれば身につけることができるんだ？そっか、でも僕は霊夢のおかげで僕の能力は解放されたんだよね。でもどうにかしてこっちの世界の僕にアドバイスがしたい。信仰の発動前に終了させれば負担は少ない。わかった、それじゃあ少し能力を発動してみるね。頼む。よし。信仰アーソラティ両方する。ご主人、信仰を発動しないとはいえ、能力の使用は使えた方がいいですよ。ごめん、でも少しでもこっちの世界の僕の助けをしたかったんだ。なんだ、片目が金色に変化しているぞ。これが僕の能力、高速を操る程度の能力。高速を操る程度の能力。世界のありとあらゆる法則を操り、その他にも世界の法則を作ったり、変えたりすることができる能力だよ。それが俺の能力。他に、能力を発動すればこの目、時間を支配する黄金の目、が発動する。この目は、この目で見る時間を操ることができる。例えば、相手が攻撃を仕掛けたら時間を早め、未来を見て、相手の出方を見ることができる。他にも時間を遅らせれば、素早い攻撃も遅く見えるからかわすことが容易になるんだ。実際には他にも多くの能力が備わってるのですが、それは後々ですね。それはどうやって習得したんだ？僕の世界の霊夢に強制的に解放してもらった。実力で解放したわけじゃないから僕にも条件はわからないんだ。そうか、でも希望が持てた。感謝するぞ、俺。それじゃあメリア、次発動した時は、空間移動の禁止、で発動お願いするよ。任せてください、信仰。って言ったらすぐに発動させますよ。お願いするよ。それじゃあ解除するね。信仰解除。いたいた、こっちは準備できたから白霊神社まで来てくれるかしら。ごえ、霊夢の方も準備ができたみたいだね。そうか、それでは俺たちも向かうとしよう。悪いが妹たちを呼んでから向かうから先に行っててくれないか。わかった、それじゃあ白霊神社で待ってるからね。よし、俺たちも準備をしないとな。よし、準備は整った。あとは、空間の魔女、を捕まえて元の世界に戻る。相手はこの幻想郷に災いをもたらし、そして未だに捕まっていない悪党。きっと一筋縄ではいかない。頑張らないとね。はぁ、あ、はぁ、あ、見つけた。さっき私そびれちゃったから、早くあの人に返してあげないと。ちょっと待ってー。